アレクセイ・ハンスキーは、ロシアの天文学者。現在は、ウクライナのオデッサに生まれた。プルコボ天文台で太陽の観測を行った後、1896年に、ノバヤゼムリャジまで日食観測に参加し、その後パリに学んだアトムードン天文台で、ピエール・ジャンさんの下で働き、モンブランでの太陽観測に参加した。1901年には、4000〜5000個超測量のためにスピッツベルゲンに派遣された。1905年にプルコボ天文台に戻るまで太陽のコロナの形や大きさの周期と太陽活動の周期の関連性を見つけるなどの功績があった。1904年にフランス科学アカデミーからジャンさんメダルを受賞した。ロシア天文学会の副会長を務め、プルコボ天文台のシメーズ観測所の建設に貢献し、初代の所長を務めた。月のクレータと小惑星ハンスキアに名前が命名されている。ハンスキュ =1927QD=1930DK=1935BM。MPC2021 年9月7日閲覧。ありがとうございます。